次は12番林博文議員。 こんにちは公明党の林博美でございます今回は広く市民サービスの向上という観点から大きく5項目にわたり質問いたします。市長並びに理事者の皆様の前向きな答弁を期待いたします。はじめに福祉保険行政について4点お伺いいたします。括弧1、健康マイレージ制度の導入について。 少子高齢化が多年よりいち早く進行している本市にとって増大する医療費や介護費用をどう適正化していくのかまさに喫緊の課題となっていますそのような中生活習慣病予防や介護予防を目的として市民が健康づくりとしてのスポーツ活動に参加したり健康診断を受診することによって自治体から ポイントなどが加算され一定の目標を達成すると特典などを利用することができる健康マイレージの取り組みが注目されています日本一健康文化都市を掲げる静岡県袋井市では健康づくり活動をポイント換算し公共施設利用券と交換することができる健康マイレージ制度を平成19年度から全国に先駆けて実施しており先進的な事例として 厚生労働省の健康日本21健やか生活習慣国民運動にも紹介されておりますその他にもつくば市や北九州市などで同様の授業が実施されており市民の健康への意識を高める施策の一つとして全国で広がりつつあります市民の健康づくりや健診受診率の向上は重要な課題となっており本市でも同志の授業を行うことは 市民の関心を高めるとともに、将来の医療費や介護費の適正化につながる効果の高い施策と考えますが、事業の実施について、市の見解を伺います。次に、各国に地域包括支援センターの愛称公募について伺います。高齢者、介護保険利用者のための拠点施設として、現在、市内19か所に設置されている地域包括支援センターについては、 すでに制度がスタートしてから8年を経過していますが、いまだに認知されていない市民も多いと聞き及んでおります。他都市では、市民に親しみやすい名称に変更する事例もあり、市民から分かりにくいとの声が上がっていた鹿児島市では、先頃、地域包括支援センターの名称を長寿安心相談センターの愛称で呼ぶこととし、看板を一斉に書き換え、 利用者から喜ばれています本市における今後の高齢化の進展を考えた場合、地域包括支援センターの果たすべき役割は、ますます重要となってくるものと思われますが、本市でも地域の皆様や高齢者に分かりやすく、誰でも気軽に相談に来れるようなセンターとするため、名称の変更を考えてみてはいかがでしょうか。名称については、広く市民に公募することとし、 親しみやすい愛称をつけることはできないか見解をお示しください次に括弧3市営住宅の活用による障害者の住まいの場の確保についてお尋ねします障害者が暮らしやすいまちづくりを推進するためには障害者が地域で安心して生活できるよう住まいの場の確保が重要です国土交通省の通知によれば 公営住宅におけるグループホーム等の実施については、公営住宅法第45条第1項で、社会福祉法人等に公営住宅の管理に著しい支障のない範囲内で、公営住宅を使用させることができるとされており、他都市ではすでにその取り組みが始まっております。宮崎市では、市営住宅の空き住,戸に空き住戸を民間事業者の運営によるグループホームとして活用するため、 市営住宅の使用等に関する取扱要項を定め、グループホームとしての市営住宅使用希望に関し、本年5月に公募を行い、その結果、宮崎市内の医療法人が、市営住宅の一部をグループホームとして活用することが決まっております。本市でも障害者の地域移行をさらに推進していくために、障害者の住まいの場の確保が急務であり、市営住宅の活用は 不足するグループホーム等の整備促進の有効な方策となります本事業の実施について市の見解を伺います4点目福祉就労障害者のコーチングアップへの取り組みについてお尋ねします障害者が作った製品や提供するサービスを優先的に購入するよう国や地方自治体などに求める障害者優先調達推進法が4月からスタートしました これまでの観光時の優先受注に初めて法律の裏付けがある仕組みができたことは大きな意義があると思います。そして今後はこの仕組みをより実効性のある制度に育てることで、福祉就労障害者のコーチンアップへとつなげていくことが重要と考えます。そこで次の3つの点について、本市での法施行に伴う取り組み状況について伺います。1地方公共団体等は 障害者施設等からの物品等の調達の推進を図るため、調達方針を定め、公表することとなっていますが、本市での策定状況についてご教示ください。2、複数の施設への発注を一括して受ける共同受注窓口が制度化され、本年度の施政方針でも、障害者の店、ハート屋に共同受注窓口の機能を構築することが示されていますが、現在の取り組み状況についてご教示ください。 3. 障害者のコーチンアップを図っていくには、福祉事業者事業所のみならず、行政や地域とも共同して、新たな仕事を作り出していくことが重要です。先進事例として、神奈川県では、昨年度、市町村が収集した携帯電話などの使用済み小型家電を、福祉事業所に引き渡して解体し、その売却益による障害者のコーチンアップを目的,目的とした、独自の回収モデル事業が提案され、 このモデル事業の第1号として、同県伊勢原市では、今年1月から市の収集運搬者が、不燃ごみの中から小型家電を抜き,去り抜き取り、市内3か所の福祉事業所で分解、分別作業を実施しています。このような小型家電リサイクル事業を活用した、障害者のコーチングアップにつながるような取り組みを、本市でも実施できないか伺います。次に大きな2点目 地域コミュニティの活性化に係る基本方針の策定についてお尋ねします市民の意識の変化や生活様式の多様化が進み地域社会を取り巻く環境は大きく変化しています本市においても世帯構成の変化や自治会加入率の減少などに伴い地域における連帯感が希薄化している傾向にあり地域の現場では福祉環境防災など様々な場面で課題が生じています そして行政の側でも、これまでのように行政サービスや施策のみで、これら地域の課題すべてに対応することは困難となっており、これからのより良い地域コミュニティの構築に向けて、新たな仕組みづくりが求められております。本市では現在、地域コミュニティあり方委員会を設置し、誰もが安心して暮らせるまちづくりのため、地域コミュニティのあり方などについて、市民や関係団体との協議を行っていますが、 地域コミュニティの活性化にあたっては、地域、行政などが一体となって進める、これからの地域づくりの基本的な考え方を、広く市民の皆様に明らかにする必要があると考えます。そこで、地域コミュニティの活性化にかかる基本指針を策定する考えはないか、伺います。次に大きな3点目、職員力の向上についての括弧1、人事移動およびキャリア形成の在り方について伺います。 23年度から始まった本市の新たな行財政改革プランによれば、この5年間でさらなる職員数の削減目標が掲げられています。一方、市が担うべき事務は、中核市として備わる事務権限に加え、都道府県からの事務権限以上も進んでおり、さらに少子高齢化の急激な進行など、社会状況の変化に伴う新しい事務も発生しており、市役所各部局の事務量はかなり 増加しているのが現状です職員数の減少、事務量の増加、さらに給与が削減される中で、市長の掲げておられる職員力の向上を図っていくには、職員が職場で抱えるストレスを軽減し、モチベーションを高めていくことが重要と考えます。そこでまず、人事異動についてですが、移動時のストレスが起因して、メンタル給食となる職員が見受けられます。公務員に異動はつきものですが 移動前後ににおけるきめ細やかななサポートトががあれば職員のストレスのススレ軽減につながります人事移動時における対象職員へのサポート状況についてご協示くださいまた仕事に対するモチベーションを維持する上で職員自身が望むキャリア形成をサポートしていくことは重要です現在はライン職としての承認は望まないものの自分の得意とする分野の スペシャリストとして資格や能力を有し、職員力を発揮する職員も多いようです。市役所組織の在り方として、技術系職員はもちろんですが、事務系職員であれば、福祉や税務部門など、いわゆる特定分野での専門職として、待遇面でもイン,センティインセンティブを有するキャリア形成を図れるような人事制度を確立できないでしょうか。見解を伺います次に かっこに風通しの良い職場環境の醸成について、職員の皆さんが伸び伸びと職員力を遺憾なく発揮していくために、風通しの良い職場環境をつくっていくことは大変重要です。しかし、現場では業務の高度化、細分化やパソコンによる業務処理など、仕事の個人化が進んでおり、職場内での職員同士の連携、コミュニケーション不足が職場環境の悪化につながっています。そこで 職場内のコミュニケーションや連携を深めるための方策として、オフサイトミーティングの活用を提案してみたいと思います。オフサイトミーティングとは、職場での立場や肩書きを外し、ざっくばらんな雰囲気で、気楽に真面目な話をするミーティングのことで、導入する自治体が増えていると聞き及んでおります。本市でのこのオフサイトミーティングの活用について、見解をお示しください。次に大きな項目の4。 旧長崎市水産振興会館、各個現長崎港会館の今後の活用方法について伺います丸尾町の旧長崎市水産振興会館は、普通財産の貸付により、現在、長崎港会館として運営がなされています貸付期間は平成28年3月までとなっておりますが土地・建物のその後の活用方法をどのように検討しているのでしょうか隣接の県有地を含め 周辺地区は公安法により、用地の利用計画が定められているようですが、いわゆる対岸地区は、今後の長崎港周辺のまちづくりにとって、市や地元地域にも重要な地区であると認識しています。県との協議状況や今後の方向性について、市の見解を伺います。また、今年度実施する同会館の耐震診断の状況についても、併せてご教示ください。最後に大きな項目の5 教育委員会制度のあり方についてお伺いします政府の教育再生実行会議は本年4月15日教育委員会制度の抜本改革を提言しましたいじめや体罰など学校教育を取り巻く諸課題に的確に対応できるような体制となっているのか今現行の教育委員会制度そのもののあり方が問われています教育委員会をめぐる問題点としては一般的に1 教育委員会の意思決定の機会が月1回程度開かれる会議のみであり、事務局の追認機関と言っているのではな,なっているのではないか、また、2、教育委員が地域住民と接する機会が少なく、また委員会の広報活動や会議の公開も十分ではないのではないかなどが挙げられております。そういう動きの中で、教育委員会の改革に積極的に取り組んでいる市も増えており、例えば熊本市では、 教育委員による出張タウンミーティングとして市民と直接語り合う事業を実施しています国の制度改革の行方はともかくとしてまずは現在の教育委員会を市民により開かれたさらに活性化された制度にすることが重要と考えます市教委において認識している制度のあり方や活性化への取り組みについてご教示ください以上本段からの質問といたします 公明党林博文議員の質問にお答えしますまず2点目の地域コミュニティの活性化に係る基本指針の策定についてお答えします近年社会環境や生活環境の変化少子高齢化の進行。 核家族や一人暮らし世帯の増加など地域社会を取り巻く環境は大きく変化しております地域においては人のつながりの希薄化などにより地域での助け合いの力を維持することが難しくなってきたという声も聞かれる一方で東日本大震災以降地域の絆や地域コミュニティの大切さも再認識されておりますこのようなことから全国的にも地域コミュニティの活性化に重点的に取り組んでいる自治体も多く 議員ご提案の地域コミュニティの活性化に係る基本指針や自治基本条例またまちづくり条例などにより行政と地域の共同などお互いの役割を認識する中で安心して暮らせるまちづくりを目指している事例があります長崎市でも地域はその成り立ちや地理的状況など個々の実情に応じ現状や課題は様々であり 地域住民や地域の団体の皆様全員が地域のプレイヤーとして自分たちの街は自分たちで良くする仕組みづくりを進めていくことが重要であると考えております。そこで地域コミュニティの仕組みづくりを重点プロジェクトとして位置づけ平成24年度には地域コミュニティ推進室を設置し地域の主要な団体が集まる地域円卓会議の開催により 地地域域ののの皆様が自分の住むまづづくくりりりをを考える場づくりを進めております併せまして平成26年度までの事業として地域の団体が連携して課題解決に取り組む事業に対しまして補助を行う地域コミュニティ活性化事業を実施するとともに地域活動に対する市の支援の在り方などについて広く市民の皆様の意見をお聞きする地域コミュニティ在り方委員会も開催しております。 議員ご指摘のとおり地域コミュニティの活性化を図るためにはまずこのような市の取り組みを踏まえた上でその基本的な考え方を広く市民の皆様に分かりやすく示し理解していただくことが必要であると認識しております長崎市では自分たちの街は自分たちで良くするという原点に立ち返り市民や企業大学行政などあらゆる主体が同じ方向を見てまちづくりを進めるルールとして自治基本条例の制定に向けた取り組みを行っております 現在はその制定過程が重要であるという認識のも下過小長崎市自治基本条例検討市民懇和会を設置し市民の皆様とともにその必要性や意義などから検討を行っております今後こういった経過も踏まえながら地域コミュニティの活性化のための地域と行政の新しい仕組みについて次年度中に市民の皆様に向けて分かりやすくお示ししていきたいと考えております 次に3点目の職員力の向上についての2風通しの良い職場環境の情勢についてお答えします長崎市では重点プロジェクトの一つとして仕事改革に取り組んでおりますが今年度からは市役所変わるプロジェクトと称し第4次総合計画の将来の都市像であります個性輝く世界都市 希望あふれるる人間都市市ををを職員みみんなで実現すす役所のの体質づくりりり目的としてて仕事改革の取り組みを進めておりますこの目的達成のためには職員一人一人が当事者意識を持ち自分の役割と仕事の意義を考えるなど意識を変えることはもちろんですが職場においては職員同士が関係性を高めながら組織目標を共有しその達成に向け意欲的に実践する職場フードづくりが不可欠であると。 考えておりまして議員ご提案のオフサイトミーティングという手法も使った取り組みを始めましたオフサイトミーティングとは通常の会議とアフターファイブのいわゆる飲み会の中間にあり位置づけられ気楽に真面目な話をするミーティングの手法です集まった人々がリラックスした雰囲気の中で立場や肩書きを外して本音で思っていることを感じ思っていることや感じていることを語り合いよく聞くと といいいううう姿勢をを大切にししてみんなが納得でできる答えを探し考え探考合うという場でございますこれまでのオフサイトミーティングの実施状況ですが7月17日に市役所変わるプロジェクトキックオフミーティングと題しまして私が呼びかけ人となり外部支援者をコーディネーターとして部長以上の幹部職員でオフサイトミーティングを実施しました。 リラックスしていろんな思いを語り合うことができオフサイトミーティングはコミュニケーションの向上のために有効な手段であると実感をしておりますまた今年度モデル的に職場風土改革に取り組むチャレンジ部としまして企画財政部都市計画部子ども部の3部を選定しており8月にはそれぞれ1回目の部下長でのオフサイトミーティングを実施しておりますさらに今年度中にはチャレンジ部内でチャレンジ課を選定し 職員間での組織目標の共有化を図るために職場内でのオフサイトミーティングを進めるとともにチャレンジ部以外の部局や年代別でのオフサイトミーティングを実施することにしておりますこのようにオフサイトミーティングの実践などを通じて職員間のコミュニケーションの向上やお互いの理解つながりを深めていくことで 風通しの良い職場環境を作り、その上で職場がチームとして一丸となり、目標に向かって仕事をする組織風土を作っていきたいと考えております。以上本案からのの答弁といたします市民健康部長ご質問の1点目 福祉保険行政についての確健康マイ,マイレージ制度の導入についてお答えいたします長崎市では今年度からスタートした第二次健康長崎市民21計画におきまして生活習慣病の発病及び重症化予防を重点目標として検診運動など市民の健康づくりに取り組むこととしておりますがん検診や国保の特定検診は第二次健康長崎市民21におきましても 運動や野菜ののの摂取とともににつつ重点目標の1つに位置づけておりますこれまで個別の受診鑑賞やテレビ、ラジオ、コールセンターでの周知、がん検診無料,クーポン無料クーポンの配布など取り組みを行っておきまして受診率は年々上向いておりますが計画の目標値と比較いたしますと未だ低い状況にございます。 受診率向上に向けた今後の取り組みといたしましてはまず特定検視につきましては部内の関係閣下で現在プロジェクトチームを立ち上げておりまして市内にモデル地区を設定しその地区の特性に応じた独自の対応を検討するとともにがん検視におきましては平成26年度から導入予定の電算システムを利用してがん検診未受診者への受診��賞の実施を予定しているところでございます。 議員ご提案の健康マイ,制度にマイレージ制度につきましては、複数の自治体が先行して実施されておられ、着実に受診率向上に結びついているという例もございます。ただし、事業の対象者や事業目内容、目的など、各自治体間の多様性が高いということから、今後、長崎市におきましては、他都市の調査を行いながら、 長崎市の実情に沿った対応策を検討してまいりたいというふうに考えております以上でございます、はい、福祉部長1福祉保険行政についての過去に地域包括支援センターの相性公募につきましてお答えをさせていただきます地域包括支援センターは 高齢者が住み慣れた地域で安心して自立して生活していくために、要支援、要介護状態にならないような介護予防対策をはじめ、高齢者の状態に応じた介護サービスや医療サービスを切れ目なく提供することを目的として、平成18年4月の介護保険制度の改正に伴い、市内12か所に開設をいたしました。 その後増設を図り平成24年8月より19か所になっております開設当初は地域包括センターが何をするところなのか分かりづらいという声もありましたが8年が経過しようとしている中広報長崎や地域包括支援センター頼りなどさまざまな媒体を用いて周知するとともに地域包括支援センターも 地域の自治会や民生委員、児童委員、医療機関、介護関係事業所などと連携を図り、情報交換会やネットワーク会議などを重ねてきたことで、役割や機能について地域の方に認知していただいているところであります。その結果、地域の高齢者や関係機関からの相談件数は約5万件となり、開設当初より約3倍に増加し、 地域包括出演センターを知らないと回答した市民は、平成20年度の40.8%から、23年度は33.8%と減少しており、地域包括出演センターの名称や役割が浸透してきたと認識しております。従いまして、議員ご提案の愛称を用いることにつきましては、 かえって市民の皆様に混乱を招くことが懸念されますので、引き続き地域包括支援センターの名称を用いてまいりたいと考えております。今後もより一層地域の皆様が気軽に相談できる身近な総合相談窓口として定着するよう、さらなる周知を図ってまいりたいと考えておりますので、ご理解いただきますようお願いを申し上げます。次にに住宅のの活用による障害者の 住ままいいいの場の場確保についてお答えをいたします長崎市では第4次総合計画で、障害者が暮らしやすいまちづくりを進めることを基本施策に掲げ、障害者が地域で安心して生活できるように、グループホーム等の施設整備をはじめ、障害者の住まいの場の確保について、積極的に取り組んでおります。グループホーム等の設置状況は、平成25年8月末現在、 グループホームが10事業所、ケアホームが3事業所、グループホームとケアホームの一体型が7事業所の合計20事業所で、定員は合計で265人となっており、入居者はほぼ定員を満たしております。また今年度、1事業者が施設整備を終了し、開設予定となっているほか、2事業所が施設整備に着手し、 来年度開設すする予定となっております障害者のグループホーム等は、国におきましても、障害者が地域で自立した生活を送るため重要な、重要な役割を果たしていることから、さらに整備を促進していく方針が示されております。議員ご指摘のとおり、公営住宅のグループホーム等の活用につきましては、平成8年の公営住宅法の改正により、 市営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障がない範囲で社会福祉事業等への目的がしようとしての活用ができることとなりましたしかしながら市営住宅の社会福祉事業等への活用については社会福祉法人等に対しこれまでに十分な周知ができておらず現在長崎市内の市営住宅で グループホーム等を実施している例はないことから今後支援住宅活用のニーズを把握するとともに社会福祉法人等に対して周知を行ってまいりたいと考えております障害者の地域生活への移行を促進するためには住まいの場の確保が重要であり支援住宅のグループホーム等と等としての活用を有効な方策として第3期の障害福祉計画に 掲げたところでございますので、今後は建築部と連携を密にしながら、具体的な実施に向けて、取り組みを強化してまいりたいと考えております。え次にえ、括弧4、福祉就労障害者のコーチンアップの取り組みについてお答えをいたします。えまず、障害者就労施設等からの物品等の調達方針についてでありますが、え今年4月に国等による障害者就労施設等からの 物品等の調達推進等に関する法律、いわゆる障害者優先調達推進法が施行され、国および地方公共団体等は、毎年度予算や事務事業の予定等を勘案し、障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための 方針を作成することとされましたまた作成した調達方針については地帯なく公表することが義務付けられたところであります長崎市は平成18年度から市内の障害者支援施設等に対して発注可能な業務や物品の購入等を全庁的に集約し随意契約により優先的に発注するなどの支援策を講じてまいりましたが そうした取り組みが今年度から新たな法律によって促進されることは、大変有意義なことであると考えております。今年4月に国が定めた基本方針を踏まえ、長崎市は平成25年度の調達方針を作成し、現在、公表の準備を進めているところでありますが、発注にあたっては、特に分野を限定せず、可能な限り計画的なものにすること、また来年の長崎ガンバランバ国体および 長崎ガンバランバ大会開催に伴う物品等の調達機会の増加に対応し、さらなる拡大を目指すことを基本的な考え方として掲げています。物品等の調達金額につきましては、発注額の合計で昨年度の実績約2780万円に対し、今年度の目標を3000万円と設定しています。さらに障害者の一般就労を支援するため、物品の購入にかかる契約を行う場合の 競争のののの一一部をを定数以上の障害者者雇用すする市内の事業みみで行うことにも取り組みます次に、障害者の店、ハート屋における共同受注、窓口機能の構築についてでありますが、具体的な取り組みとしましては、まず、ハート屋に加盟する事業所間のより密接な連携と効率的な運営を図るため、今年4月にチャレン,ドあチャレンジショップ、ハート屋、 運営協議会を新たたに立ち上げたところであります今後はハートやの運営を担う同協議会を、これを構成する市内の障害者支援施設等と同様に随意契約による発注が可能なものとして認定し、大量受注等にも対応しうる。 共同受注体制を確立したいと考えております現在、地方自治法施行令に基づく基準づくりを終えたところであり、今後、学識経験者の意見も踏まえ、認定のための手続きを進めることとしています。こうした取り組みを着実に推進することにより、障害者の社会参加と就労の促進に努めてまいりたいと考えております。次に小型家電リサイクル事業を活用した新たな取り組みについてでありますが、 ご提案がありました小型家電リサイクル事業は、今年4月に施行,施行されました使用済み小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律に基づき、家庭から排出される小型家電の中から有用金属を取り出し、リサイクルしようとするもので、地方自治体が分別収集した小型家電を国の認定を受けた 事業者等へ引き渡すすこととでその後の後循環利用が図られる仕組みとなっています制度参画については、地方自治体の判断に任されており、現在、いくつかの自治体でリサイクルシステム構築の実証実験等が行われていますが、長崎市におきましても、他都市の事例等を参考に、再生減価にかかる作業の一部を、障害者支援施設等が担う可能性も含め、検討していきたいと考えております。 いずれにいたしましても、議員ご指摘のとおり、福祉的就了を行う障害者のさらなる高知アップを図るためには、新たな業務等の創出が重要な課題であると認識していますので、今後とも積極的に取り組んでいきたいと考えております以上でございます。総務部長。 ご質問の3点目、職員力の向上についてのうち、確保1、人事異動及びキャリア形成の在り方についてお答えいたします。まず、人事異動についてでございますが、人事異動を行うにあたっては、職員のやる気を引き出し、職員が有する能力、適正等を最大限に発揮できるような適材適所の人事配置に努めております。具体的な事務の手順としましては、職員個人から事前に希望する移動先を聴取し、併せて活用してほしい能力、経験、健康状態、 及び私生活上の事情等を十分把握するとともに、所属庁ヒアリング等を通じて、移動の必要性と職員個人の移行、事情等を慎重に比較検討し、移動を行っております。次に、人事動を伴うものも含めた職員のストレス軽減のための支援策としては、新規採用職員や採用後初めて移動した職員について、 移動に伴う心理的負担等の軽減を図り心身ともに健康な職場生活を送ることができるよう時期を指定して保健師による健康相談を実施しておりますまた専任の職員を指名して新たに職場に入ってきた職員の自立支援を行う支援者制度も行っておりますが この取り組みにつきましては、従来は新規採用職員のみを対象としておりましたが、今年度からは採用後初めて移動した職員も対象に加えて実施しております。さららににに今年度からは職員健康相談室に新たに臨床心理師1名と 精神保健福祉士一名を配置し、職員のさまざまな相談に対応できる体制の拡充を図っております。また、これらの保健師及び精神保健福祉士については、こちらから現場に出向いて、職員の相談に応じるような取り組みも新たに行っているところでございます。今申し上げましたように、人事異動も含めまして、職員が日頃から悩みや不安を抱えたりすることがないような、あ、さまざまな取り組みを行っているところではございますが。特に人事異動につきましては、若手職員に限らず。 ある程度の経験を積んだ職員であっても、ストレスを感じる場合もございますので、職員が安心して職務に専念することができるよう、今後とも必要な支援を行ってまいりたいと考えております。次に、専門職としてのキャリア形成についてでございますが、現在行っている職員のキャリア形成に関する取り組みとしましては、 人事異動を通じて多様な職務経験を積ませることにより幅広い視野と経験を持った職員を育成するとともにその積み重ねによる,積み重ねによる職員自らの新たな能力開発と適正の把握を目的として採用後おおむね10年までの職員には 分野ののの異なるる3所所程度の所属をを経験させるジョョブローテーテションの取りり組みを実施しておりますまた、採用からおおむね10年が経過し、ジョブローテーションを終了した職員については、職員の希望や適性等も踏まえた上えで、従来の移動周期よりも長く配置することにより、知識、経験の蓄積など、専門性を高める取り組みも行っているところであります。 特定の専門分野で高い専門的能力を発揮するスペシャリストの育成、有効活用は、今後ますます行政の場で必要になってくるものと認識しておりますので、職員がこれまで培ってきた専門的能力と適性を生かしつつ、自ら意欲的に職務に取り組むことができるような、柔軟な人事管理制度の確立に取り組んでまいりたいと考えておりまますす以上でございます水産農林部長。 ご質問の4、旧長崎市水産振興会館の今後の活用方法についてお答えします。旧長崎市水産振興会館は、水産業従事者の福利厚生の目的として、昭和45年に建設した宿泊研修施設で、建築後、すでに43年が経過しております。長崎市を拠点とする伊勢底引き網漁業の度重なる源泉などにより、水産業従事者の利用が減少し、 行政目的を言って終えたことから現在は普通財産として運営管理をししてております行政財産と,し、ま、としての供用開始廃止後は将来計画が決まるまで施設の暫定的な活用方法として平成18年4月に公募で選定した民間借り受け人と10年間の定期借家契約を締結し宿泊施設、仮事務所、駐車場として利用しております。 議員ご指摘のとおり、平成28年度まで、貸付期間が平成28年度まで、3, 年3月までなっており、その後、施設および土地をどのように活用するか検討する必要がございます。旧水産振興会館の土地は 公安法に基づく漁港区に指定されるなどその利用については主に漁業振興に関連したものに制限されておりますが隣接地には県有地約1万4000平方メートルのもあり漁業振興だけではなく広くまちづくりの観点から土地利用について検討すべきものと考えておりますこの土地は長崎県と長崎市が共同で検討を進めている都市再生総合整備事業の長崎県 駅周辺エリア整備計画の区域内にあり交流と憩いの場として土地利用の変化転換を図っていくゾーンの一角を位置しております将来的には臨港部のに沿ったプロムナードのや浅井大橋の低床化など整備,の整備が周辺で予定されておりますが具体的な土地利用の議論まではまだ至っておりませんまた旧水産振興会館の建物は 新耐震基準施行前の昭和45年に建てられたものであることから、耐震化実施計画,計画に基づき、平成25年度に耐震診断を行うこととしており、現在、耐震診断中で 10, 10月中には結果が出る予定となっております。このようなことから、今後の施設の活用方法につきましては、耐震診断の結果を見極めつつ、 周辺の整備計画と整合した利用体系形態について、長崎県とも連携しながら検討してまいりたいと考えております。以上でございます。教育長ご質問の5点目、教育委員会制度の在り方についてお答えいたします。教育委員会は合議制の執行機関であり、区議庁からの独立性や住民による意思の決定などの特性がございますが、一方でその代表者である委員長と、 事務の総括者である教育長との間での責任の所在の不明確さや、審議に際して事務局の追認機関となっているなどの指摘がなされており、現在、国においては教育委員会制度の改革に向けた議論がなされているところでございます。長崎市ののの実情といたしましまててはは会会会会議議開催は月1回の定例ににに加え必要応応じ臨臨時会や協議会を臨機応変に にに開催してておおりり慎重審議に努めております会議に際しましては、会議資料を原則1週間前に各委員に送付しており、十分な議論が行えるよう配慮するとともに、会議の議案書および議事録につきましては、教育委員会のホームページで原則公開しており、透明性の確保に努めているところでございます。会議の中では、各委員がそれぞれの知識、経験を生かしながら活発な議論が交わされており、 さらに会議終了後には、教育に関する諸問題についてディスカッションをすることで、教育現場の理解を深めております。また、通常の会議とは別に、各種行事や研修発表会など、学校や社会教育施設などへ積極的に出向き、現地での情報収集に努めるとともに、市 PTA 連合会役員との懇談会や、子どもを守るネットワーク代表社会などへ出席を ししままてて意見交換を行っいいるところでございますそのほか活動の事例の一つといたしまして、学校選択制の見直しの際には、教育委員が各学校を訪問し、教師や保護者、そして児童・生徒から直接意見を聴取を行うこともやっております。このように、長崎市におきましては、教育委員会の審議において議論が深まるように努めているところでございます。 今後は、多都市の先進的な取り組みも参考にしながら、市民の皆様に教育委員会の役割や活動内容を理解してもらえるような工夫や、教育現場や地域の方々との意見交換の機会を増やすなど、さらなる教育委員会の活性化に努めてまいりたいと考えております。以上でございます。12番、林議員 一通りのご答弁をいただきましたので再質問をさせていただきたいと思いますまずあの健康マイレージについてなんですけども私の方からは多都市の事例ということでご提案をさせていただきました答弁の中でですね長崎市本市においてもまだ検診の受診率が低い状況であるということですねそして 今回提案のマイレージ制度については、多都市の調査を行った上で検討したいという答弁がございました。実際にこの健康、市民の健康をです、ね、増進していくということで、実際に医療費とか介護費の抑制にです、ね、どのくらいの跳ね返りがあるのか、どのくらいの年数で経過が効果がです、ね、出てくるのか、明確には見えづらいところも あるかもしれませんけどもまずはやっぱり市民の皆さんに意識づけをしていくということが重要になってくると思いますので、ぜひ前向きに検討していただければというふうにご答弁の中で、ですね、えーまあ、受診率ということで、まあ、国保の方でで、すね長崎市の方はされていると思います、検診の方はですね。 一方、市民の方は国保だけではなくて、ですね組合憲法もありますし、教会憲法、さまざまな保険者の方がいらっしゃいます、そしてあと、財源の問題ですね、この財源をどうするかという問題も出てくると思います。えーまあ、本段ではですね名前のみ紹介しましたけれども、つくば市産ですね、つくば市産では22年度から全市民ですね、20歳以上の方なんですけれども、マイレージ制度に取り組んでおられます。 えー、市の予算としてはです、ねえー、そんなに多くなくてです、ね、22年度は45万円ぐらいというふうにおっしゃっておりました、えーまあ、特徴としてはです、ね、ここではあのーまあ、市民の方が、えー、挑戦できる5つの項目でさまざまなチャレンジする項目というのを作っておられまして、えーまあ、検診を受けたいとかスポーツ活動に参加したいとかあるんですけれどもこのうち3つをです、ね、クリアしますと、えー、記念品が もらえるとそしてさらに抽選でですね豪華景品がもらえるという事業でございます24年度の景品なんですけれども折りたたみ式自転車空気清浄機などですねこういったものの抽選にも参加できるということで,でこのつくば市さんはこういった景品なんですが当然あのお金がかかると思うんですけども、えー、民間の企業の方と共同されております共産企業ということで 地元の病院とかです、ね、フィットネスクラブ、歯科医師会とか、まあ、こういった方々とです、ねえー、連携をして、えー、記念品とか景品の提供をされているそうでございます。まああのまあ、財源の問題何、どんな事業をするにしてもです、ねえー、出てくると思うんですけども、まあ、市単独でなくてもです、ね、こう民間との共同で、えー、こういったこともできるんではないかなと思いますけども、まあ、あのこういった民間との共同で,です、ね、こういった事業をするという考え方もあるかと思うんですけども、この辺について、 えー、考え方をですねちょっとお示しいただきたいと思います市民健康部長、えー、健康マイリー制度のにつきまして再質問にお答えします、えー、まあ林議員言われましたように、えー、長崎市の状況でございますが、えー、我々まず国王のですね特定健診のデータを把握しております まあそれによりますと、現在、平成24年度ですけど、約31%ということで,で、この数字につきましては、20年度以降、着実に増えているということでございますが、われわれ目標は、一応60%を目標に掲げておりますので、そうでいきますと、約半分ぐらいということで,で、これはあの県市民健康部といたしましても、10年先、20年先のですね、 市民の方の健康につながる問題ですので、重点課題としてです、ね、これを挙げていきたいという気持ちはございます。まあ、先ほども申しましたように、その中で,です、ね、来年度、モデル地区等々の検討もいたしておりますので、そういった中で,です、ね、このマイレース制についても、まず、各地の調査を十分行いましてです、ね、長崎市にあった方策を検討してまいりたいというふうに考えております。以上でございます12番林議員 よろししくお願いしたいいたと思いますそれでは次に、各、え、国、ー、の地域包括支援センターの愛称公募について、えー、再質問したいと思います。えー、答弁の方ではですは、ね、えーまあ、現在の地域包括支援センター、名前も浸透してきているということで、えーまあ、名称についてはこのまま用いていきたいという答弁でございました。えー、この質問をです、ね、する時にででね、まあ、前6月議会で 新市民病院の名称変更がですね否決されたばかりでしたので、ちょっとこうタイミングが悪かったかなというふうに思っているんですけれども、答弁では、20年度がですねこの地域包括支援センターを知らないというふうに回答した市民の方が40.8% 40.、で23年には33.8%に減少されているというご答弁でございました。にに減ったというふうふ見るかですねまだ 三十三点八パーセント、約三割の市民の方がまだ認知されていないというふうに見るか、これはですね、まあそ見方によって変わってくるかと思うんですけれども、やはりあの本段でも申し上げた通りですね、地域の核としてこれから本当長くえ存続していく重要な施設ですねえであるというふうに思っております。まあこの名称についてですね、愛称をつけるという提案だったんですけれども、あ,あのタイミングを見てですね。 ま利用者の方とかまた市民の方にもですね移行調査というか名前についてもですねどのように思っているかですねこう聞いてほしいというふうに思うんですけどもそういったタイミングっていうのはどこか取れますでしょうか。福祉部長、再質問にお答えをいたします。私どもといたしましては今第５期の方法になっておりますが第６期の介護保険事業計画を策定する際にですねまいろんなあの調査をかけますえそういう中で。 地域包括センターの認知度等についてです、ね、調査をさせていただきたい、これより考えております、それから地域包括支援センターの業務につきましては、現在、ご存じと思いますが、養子縁の取り扱い等ですね、大きく内容が変わってくるということも予想されるわけでございまして、免称についてもこのような状況の変化をしっかりと中止、ね、して、 考えていく必要があるとこのように考えております。以上でございます。12番林議員。はい、よろしくお願いしたいと思いますそれではかっ3の市営住宅の活用による障害者の住まいの場の確保について、えー、再質問させていただきたいと思います。えー、あの、私のところにもですね。市民の方からえー、ま汽、あ、笛の障害者のですね。えー がおられる家族だったんですけれども、入りたくても、なかなか入れないということで、今、待機中というご相談もございました、答弁の中でもですねございましたけれども、定員がもう今、265名ということで,で、しかも、ほぼもう入居者が定員を満たしているということで、それだけのこうニーズがあってこそですね埋まっていると思いますしまた、 建設もです、ね、まだ進んでいるということで、これからもです、ね、こうニーズはあるのかなというふうに思います。第3期障害福祉計画を策定するときのです、ね、アンケートの中でも、このグループホームです、ね、を作ってほしいというのが、知的障害者の方、特に割合が多くございました、そういった意味ではです、ね、いろんな形で,です、ね、このグループホームを作っていくというのをです、ね、検討していただきたい。あのまあ 社会福祉法人倒産ですね、大きなところもあれば、やはりちさなところもありますので、やはりこう事業者のですね、社会福祉事業者のニーズというのもです、ね、しっかり把握をしていただきたいなというふうに思っております。えーまあ、宮崎市さんがやられたばかりですので、私もぜひ調査をしたいと思っておりますし、えー、市においてもです、ね、具体的な取り組みをぜひ進めていただきたいというふうに思います。 それではえー、すみません、質問はなしで、すみません、各個4の方にいきます、えー。福祉就労障害者のコーチンアップへの取り組みについてですけれども、えー、障害者優先調達推進法がです、ねえー、施行されまして、えー、本当にあのこの4月からです、ね、大きく進み始めたという感じがいたします。でまあ、今回はまあ調達方針市でおいての調達方針と それと共同受注窓口についてですねお伺いしたんですけども、市の方については、こ今年の目標額を3000万円という設定をしていただいております、また、これもですね初めてのことかなと思うんですけども、公契約において、障害者を一定割合雇っている企業様をですね優先して入札に参加していただくという制度も。 スタートするということで、こういったです、ね、取り組みをぜひ、さらに進めていっていただきたいなというふうに思います。であのこのハート屋さんについてもです、ね、一時期は、このもう存続が相場を奪われるということもあったんですけれども、ずっと続けていただきまして、さまざ、あ、まなです、ね、施設の方が集って、本当にこの障害者の皆様がです、ね、作る製品の売り場として、 今大変役割を果たしているのではないかなというふうに思います。そこであのちょっとお聞きしたいんですけども、このハート屋でのですね売上げの実績ですね。またこの長崎市のコ賃ですね障害者の皆様のコ賃の現状どのようになっているのかちょっとお聞きしたいと思います。福副部長、再質問にお答えをいたします。 ハート屋における年間売上額につきましては、平成24年度の実績で約2960万円で、モデル事業としてスタートした平成21年度の実績と比較しますと、約895万円、43%増加をしております。また、あのご質問の受産工賃の月額につきましては、平成24年度の実績は1万6838円で、 まあ基準としまして平成21年度の実績と比較すると、5621円、約50%増加をしております。まあ、今後とも最終目標の達成を目指すとともに、障害者優先調達推進法に基づく取り組みを含めまして、さらに支援を強化してまいりたい、このように考えておりまますす以上でございいいい番林議員ぜひよろししくお願いしたいと思います。 そして、この中で小型家電リサイクル事業を活用した取り組みということで、ご提案をさせていただいておりましたやはりこういった形で、行政の方、また福祉事業所の方、地域の皆さんと一緒になって、新しい仕事を作っていくということが、大変重要ではないかなというふうに思っております。 今,今回取り上げたのはです、ね、小型家電リサイクル事業なんですけれども、やはりこのリサイクルをです、ね、事業の現場では、この障害者の皆様にです、ね、参加していただいて、そういった福祉的就労につなげていくという取り組みが可能性が高いというふうに感じております。今、この小型家電とは別なんですけれども、佐世保市産ではです、ね、古着、古布のリサイクルを福祉施設と連携してです、ね、取り組んでいるという事業も聞いておりますし、 えー、静岡県の富士市では、あまあ、市の公共施設ですね、こういったところに、まあ、衣類等の回収ボックスを設置されまして、えー、衣類のリサイクルですね、こういったものを、この中にですね障害者の方に入っていただく、施設に入っていただく、また障害者の雇用に結びつけるというような事業をされているようでございます。えーまあ、長崎市でもでもすねここここううういいいっっったたた障害者のの方にににリリササイイククルル事業特とろ 仕事を作り出してコーチングアップを図る目的でですね、福祉部そして環境部連携してですね、そういった事業ができないか環境部の方にちょっとお聞きしたいというふうに思います。環境部長、再質問にお答えいたします。今ご指摘の通りあの長崎市で長崎市では現在あの交付とかにつきましては。 自治会等でのです、ね、集団回収す、えー、集団回収する団体に対しまして古墳の回収量に応じた補助金を交付しまして資源化を推進しておりますが新聞紙等の古紙の集団回収ほど普及していないのが実情でございますそこで今年度はあ,のあぐりの丘でフリーマーケットが開催される際に古墳等の資源物を試験的に回収し,しておりまた 小型家電についても市内5か所で拠点改修を施行しておりますので、その改修状況等を見てです、ね、拠点改修等の可否を判断していきたいというふうに考えております、なおです、ね、障害者修了施設等が担える作業等,が作業等につきましてもです、ね、ご指摘のとおり、わせて福祉部局とも連携をして考えていきたいと、このように考えております。以上でございます12番林議員 ぜひあの進めていただきたいというふうに思っております。えー、まあ障害、えー、障害者優先調達推進法というのがあできまして、本当にあのこのどのようにしてですね仕事を作っていくのいくのかというのが大変あの重要になっております。えー、まあ少し紹介したいんですけれどもお、障害者のリハビリ就労支援に取り組んでおられる。 仙台白百合女子大学の大阪教授がですね、このように言われております、えー。社会には能力のない人はいません。私は人が持つ力を社会の中で発揮できるようにお手伝いしていくのが基本的な障害者支援の在り方だと思っています。もっと言えば、障害者が地域に根ざして自立するために、税金で支援してもらう側から、税金を払う立場になるという視点です。 今回の法律は、障害者の自立を促すチャンスと考えていますが、形だけで終わらせてはならない、障害者に寄り添った血の通った運用が不可欠ですというふうに言われておられます。ぜひですねあの、市としましても、まあ、各部局、えー、連携、共同をされてです、ね、取り組んでいただければというふうに思っております。えー、次に、えー、少し時間がありませんので、飛ばしまして。 えー、旧長崎市水産振興会館のことについてお答えいたします。まあ、今後、ぜひです、ねえー、利用の方法については、計画をしていただきたいというふうに思うんですけども、えー、まあなかなかですね、えー、ま,あまだ対岸地区までは、えー、今後どうしていくかという部分では、結論がこう出にくいのかなというふうにえ思っております。まあ、耐震診断のの結果が10月に出るとといいうこででございますので えーまあえー、この結果によってだいぶ変わってくるのかなというふうに思いますが、まあ、家庭の話で申し訳ないんですけども、お仮にです、ね、耐震診断の結果、ですねそんなにこう費用をかけなくても大丈夫だと、でさらに、えー、まだまだこの利用計画については、えー、検討するには時間がかかると、そういった場合は、ですね、えー、今、宮戸会館として、すごくこう利用価値のある、えー、大変、 えー、地元の地域にでもですね、貢献をされているというふうに聞いておりますけれどもお、今後の方向性の結論がですね出るまでに、えー、まあもう数年ですね、まだ貸し付けを継続すると、おそういったことはあのお考えはないでしょうか。水産農林部長、えー、再質問にお答えします、えー。耐震診断の結果を踏まえてということで、えー、まあ大きく二つ、まあ先ほども。 議員さんおっしゃるとおり、えー、比較的低コストで耐震工事ができるというふうになった場合ですけれども、この場合でも、えー、補強工事等、それから施設維持等で必要な費用、またその後に得られる収入、この費用対効果を見た,、えー、見た結果、大きければです、ねえー、普通財産としての貸し付けの継続もです、ね、考えられるのではないかというふうには思っているところでございます以上でございます。 12番林議員よろしくお願いいたしたいと思います。あと、職員力の部分もです、ね、再質問をする予定だったんですけれども、ちょっともう時間がなくなりましたので、また次の機会でもです、ね、取り上げさせていただきたいというふうに思いますけれども、やはりこの一番言いたかったのはこの風通しというかです、ね、職場環境をよくしていきたい。本当に職員の方が 生き生きとやりがいを持ってできるような体制をですね、ぜひつくっていただきたいというのが趣旨でございます以上で質問終わります本日の市政一般質問はこの程度にとどめ明日6日午前10時から本会議を開き市政一般質問を続行いたします本日はこれをもって参会いたしますお疲れ様でした